マイクロソフト Windows XP、Windows XP、Windows XP は、マイクロソフトが2001年に発表した、Windows シリーズに属する、オペレーティングシステム、OS である。XP は、経験、体験を意味する、エクスペリエンスに由来する。開発時のコードネームは、ホイッスラー、ウィスラーと呼ばれていた。Windows XP の発売以前、Windows は、 一般家庭向けで Windows 3.1由来の MS DOS を前提とした古い構造を機能拡張して開発された Windows 95、Windows 98、Windows m などの Windows 9X 系とサーバ用途に耐える安定した OS として新規開発された Windows NT などの Windows NT 系が並行開発、販売されている状態が長らく続いていた。 その状況は、マイクロソフトにとっては開発リソースが2つの製品に向けて分散される等の大きな課題となり、QX 系では、マルチメディア機能の拡張とともにシステムリソースに余裕がなくなり、クラッシュが多発するようになる。特に、Windows Me ール顕著など、構造面でも限界に達しており、開発負荷の軽減と、マルチメディア対応の安定した OS を作る目的で、 一般家庭向けの QX 系を NT 系に統合することを目標に開発された。XP 以前に同様の統合化を試みた Windows2000 を基本にその際の統合の成功に至らなかった機能も含めて開発されている。この機能統合の成功により、XP は NT の安定性、堅牢性と QX 系のマルチメディア機能や使いやすさを合わせ持った。 汎用 OS となった。NT カーネルを採用した一般家庭向けの Windows は XP が初であり、XP のリリースによって一般市民が初めて安定に動作する OS を手軽に入手、利用することができるようになった。XP の開発成功を受け、Microsoft は長年の懸案であった QX 系の収束をなすことができた。 長きにわたって販売されていたが、ネットブックなど、超低価格機向けなどの一部の用途を除き、2008年6月30日をもって、マイクロソフトからの出荷は終了した。2008年7月以降の入手方法は、流通在庫品の他に、後継製品となる、Windows Vista のビジネスか、Ultimate Edition、Windows 7のプロフェッショナルか、 ウルティメイトエディションからのダウングレード券を利用する形のみになった。一部の直販、ブットメーカーでは、この仕組みを利用して、業務用向きオプションとして引き続き Windows XP、プロフェッショナルをプリインストールした PC が出荷されていたが、2010年10月22日に販売が終了した。また、米、マイクロソフトの DSP 版も2009年6月30日に、 販売終了となり、店舗在庫限りとなった。米国の調査会社ネットアプラケーションスによると、2018年2月における世界の OS シェアは、Windows XP が4.70%であり、主位の座を Windows 7、41.61%に、明け渡しているものの、XP が要求するハードウェア要件が、Windows 2000ほどではないが、低スペックであるため、 工術参照やアプリケーションソフトによっては、後継のウィンドウに対応していないなどの理由から、依然として根強いシェアがあり、一部のインターネットオークションや中古販売において、Windows XP リテールパッケージ版、特にクリーンインストール版のロフェシャネルは、後発の Windows Vista および Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、そして2018年6月現在、 最新の Windows である Windows 10、現時点での最新版はバージョン 1803RS4 より高額で取引されることも決して少なくない。開発中止になった Windows Neptune には搭載された。ここでは3 2ビットバージョンのサービスパックについて述べる。なお、SP2 以降では起動画面でエディション名が表示されなくなった。 従来のマイクロソフトの方針では、家庭向けのエディションでは、メインストリームサポートフェーズ、次のバージョンの Windows 発売から2年後まで、しか提供せず、ビジネス、開発向けのエディションのみ延長サポートフェーズ、メインストリームサポート終了後5年間を提供してきた。しかし、Windows XP ホームエディションは、市場で非常に多く使われていため、メインストリームサポート期間をって、 サポートを打ち切ると、重大な脆弱性が発見されても、セキュリティアップデートが提供されず、無防備な状態の PC が巷にに溢れることが懸念された。2007年1月25日、マイクロソフトは、市場の状況を鑑み、Windows XP ホームエディション及びメディアセンター、エディションについても、家庭向けのエディションであるが5年間の延長サポートフェズを提供すると発表した。 これにより、ホームエディション及びメディアセンターエディションは、サポート期限が2009年4月14日から2014年4月8日へ延長された。発売開始より約12年半にも及ぶという PC 用ソフトとしては、かなりの長期サポートとなる。なお、プロフェッショナルとタブレット PC エディションに関しては、ビジネス、開発用製品扱いのため、従前通り、 延長サポートフェーズが提供される。また、Windows XP ベースの組み込みシステム向け OS で、ある Windows XP Embedded は2016年1月12日をもって延長サポートが終了した。このほか、Windows Embedded Standard 2009は2019年1月8日まで、Windows Embedded Post Ready 2009は2019年4月9日まで、それぞれ延長サポートとなる予定である。 2014年4月9日、日本標準時をもって延長サポートが切れ、更新プログラムの提供が全て終了した。マイクロソフトは Windows 7以降の最新の Windows への早めの移行を呼びかけている。しかし、中小企業などでは、会社内のネットワークシステムをデファクトスタンダードだった XP 向けに構築している会社も非常に多く、予算不足などから、 思いのほか開庫が進められていない会社もなくない上、8.1を含む Windows 8のユーザーインターフェースの操作性がスマートフォンやタブレットの操作性に似ているため特にのも事実である。さらに東日本大震災によって被災した福島県及び宮城県、岩手県一部の関東地方の各学校や各企業などでは建物の耐震回収やパソコンより 重要な業務機材などの購入に予算を取られ、期限切れまでにパソコンを更新できない自治体や企業、学校が続出しており、こちらも大きな問題となっている。家庭や企業の PC に大量に導入された Windows XP の延長サポート切れに伴う書門について2014年問題と呼ばれることがある。また、独立行政法人情報処理推進機構、IPA は、 すでに延長サポートがすべて終了した Windows XP のセキュリティ上の危険性を指摘しており、なるべくネットワークに接続しない単独の専用システム、スタンドアローンにした上で USB メモリや FD、MO、外付け HDD などの外部補助記憶装置でデータ交換しないことを呼びかけている。このほか、VMWare やバーチャルバックス、 プロ以上のバージョンに搭載されている64ビット版、Windows 8、8.1、10専用のクライアントハイパー、V、プロフェッショナル以上のバージョンに搭載されている Windows 7の XP モードなどの仮想デスクトップ、ハイパーバイザー上で稼働している Windows XP で、あってもセキュリティ上の危険性を指摘している。その一方で、 一部の法人向けセキュリティソフトについては、マイクロソフトのサポート打ち切り後も、2018年7月5日まで、Windows XP のサポートを継続する製品も、存在している。Canon IT Solutions のエセットエンドポイント、セキュリティを含めた製品は2018年1月31日まで、米、シマンテックのシマンテックエンドポイントプロテクション12、 X は2018年7月5日、2021年4月3日まで、トレンドマイクロのウイルスバスターコーポレートエディション10.6は、優勝の延長サポートは2019年1月30日までで、その他の製品も少なくとも2021年月31日まで、利用可能のものもある、ロカスペルスキーのキャスパースキーエンドポイントセキュリティ10、for w i n d o w s などは、 最短でも2016年1月末日まで、米、マカフィーのマッケリーエンドポイントプリテクションスイートは2015年12月31日で、サポート終了、ホティンフォーティ技術研究所、フリーの FFR やらいは2017年12月31日まで。政府機関や企業向けの優勝カスタムサポートは、2014年4月9日以降も提供される。実際に、 英国やオランダの政府が契約している。マイクロソフトは XP からの移行キャンペーンとして、XP の各種要素をモチーフにした敵を倒す、ブラウザーゲーム、エスケープフログ XP を公開している。ゲームの最後は XP が爆破されるという演出に、なっている。なお、2014年4月8日、日本時間4月9日をもって、 Windows XP の延長サポートがすべて終了となった直後、Microsoft は、米国時間2014年4月26日、インターネットエクスプローラーの更新プログラムが配布された際、インターネットエクスプローラー6から11までのバージョンに脆弱性があると発表し、サポート切れからまだ間もないという理由で、特例として、XP 更新プログラムの対象となり、IE6 向けにも、 例外的に2014年5月2日、セキュリティ更新プログラム、パッチを公開した、キロバイト296万4358。また、2017年5月15日、日本時間には、同年5月12日、米国時間より、全世界各国で流行発生している新型ランサムウェア、ワニクライによる、サイバー攻撃の被害が深刻であったがこれに、 の対策状況を告知。このランサムウェアが悪用しているセキュリティホールがもはやアップデートパッチの提供されていないまたはパッチを当てていないシステムのみに存在するためサポート中の Vista 以降の OS に加えて本来は3年前にサポート終了済みの XP や2年前にサポート終了済みのサーバー2003も再び例外的にセキュリティ更新プログラムパッチが 特例として公開、KB012598 配布された、すでに淘汰の進んだ Windows 2000などは対象外。Windows XP は Windows NT 系列の OS として開発されているため、本来なら Windows NT 4.0、SP5 以降や Windows 2000からのアップグレードを想定しているが、Windows NT 系列の OS と Windows 9X 系列の OS は、 Win32 という共通の API を備えている上、Windows XP は前日の通り、Windows NT 系列と Windows 9X 系列の統合を目的として開発されているめ、Windows 9X 系列の OS の基本的な機能も含まれている。そのため、Windows 98 SE も含む、以下同じや Windows Me からでもアップグレード可能。ただし、 Windows XP Home Edition へは、Windows 98と Windows m e からしかアップグレードできない。また、これらがインストールされた環境では、アップグレードの他に、新規インストールも行える。Windows 95や Windows 2000からは、セットアッププログラムを起動させると、エラーメッセージが表示してしまい、先に進まない。そのため新規インストールも行えない。Windows 98と、 Windows Me のどちらからアップグレードしても、そのシステムファイルが保存されれば、後で Windows XP をアンインストールして、旧バージョンへ戻すことは可能。ただし、旧バージョンのシステムファイルの保存は、Windows XP をインストールするパーティションに十分な空き容量を残っている必要がある。Windows XP をインストールできる容量はあっても、旧バージョンのシステムファイルを保存する容量まではない。 場合は、その旨を伝えるメッセージが表示され、旧バージョンのシステムファイルは保存されない。この場合は、たとえ Windows98 や Windows Me からアップグレードした場合でも後で、Windows XP をアンインストールすることはできない。一方 Windows XP Professional へは、Windows98、Windows Me、Windows NT 4.0ワークステーション。 Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition のいずれかからアップグレード可能。Home Edition 同様、Windows 95からはアップグレードできない。セットアップ開始時に強制終了してしまうため、基本的には新規インストールも行えないが、パッケージによってはアップグレードができないだけで、Windows 95からセットアップを起動し、Windows XP Professional の新規インストールを 行えるものはある msdn などで配布される windows xp プロフェッショナルがこれにあたるホームエディションも同様またアンインストールは windows 98と windows me からアップグレードした場合に限り可能 windows nt ワークステーション4.0 windows 2000プロフェッショナル windows xp ホームエディションからアップグレードした場合はアンインストールできない ちなみに、通常の XP プロフェッショナルへのアップグレード版は、SP 未適用の RTM は、XP ホームエディションからは、アップグレードの対象とはなっていなかったが、SP1 以降は、対象となった。なお、日本語版のみ、Windows 2000プロフェッショナルのみからアップグレード可能の、Windows XP プロフェッショナル期間限定特別、アップグレード版もあった。また、 Windows XP Media Center Edition と Windows XP Tablet PC Edition にはアップグレード版が存在しないが基本的に Windows XP Professional と同じセットアッププログラムでイントールが進行し途中で該当バージョンに分岐するこれらのバージョンにはインストール CD が2つあり1つ目のインストール CD からセットアップを開始すると最初に Windows XP プロフェッショナルセットアップと表示され、使用許諾契約書の一番上の行にも、Microsoft Windows XP プロフェッショナルと表示される。ただし、Windows XP の OEM 版 CD-ROM は、アップグレードインストールをサポートせず、アップグレードアナライザーも実行できないように制限されているため、旧バージョンからアップグレードするには特殊な手順を踏む必要がある。ちなみに、 これらのバージョンにアップグレードした場合でも、アップグレード元が Windows98 か Windows 無ならば、これらのバージョンをアンインストールして、元のバージョンに戻すことができる。Windows XP からは、Windows Vista と Windows 7、Windows 8にアップグレードすることができる。しかし、Windows 7へは直接アップグレードすることはできず、新規インストールを行うか、間に Windows Vista を挟む必要がある。 Windows Vista にアップグレードする場合、アップグレード元の Windows XP にはサービスパック2以上があらかじめ適用されているようがある。Windows 7に新規インストールという形でアップグレードする場合も同様。Windows 8にアップグレードする場合はサービスパック3があらかじめ適用されている必要がある。また、Windows XP ホームエディションからは、 Windows Vista のすべてのエディションにアップグレード可能であるが、スタータとエンタープライズを除く、Windows XP ・プロフェッショナルとウィンドウス・クスプ、タブレット・ PC エディションからは、Windows Vista のビジネスかウルティメイトにしかすることができない、プロフェッショナル X64 からは直接アップグレードすることができず、新規インストールを行う必要がある。Windows XP ・メディアセンターエディションからは、 ホームプレミアムかウルティメイトにのみアップグレード可能。また、Windows XP のどのバージョンから Windows Vista のすべてのエディションにアップグレードしても、それらをアンインストールして Windows XP に戻すことはできない。これは Windows XP から Windows Vista にアップグレードする前にシステムパーティションを強制的に FAT32 から NTFS に 変換しなければならないためである。NTFS は通常、Windows 98や Windows Me のような Windows 9X 系の OS には対応しておらず、インストールアンインストールともにできない。Windows 98か Windows Me を Windows XP のインストール先と同じパーティションに、旧バージョンのシステムファイルを保存する形で、Windows XP にアップグレードした環境をさらに、 Windows Vista にアップグレードすると、Windows XP にアップグレードする際に保存された旧バージョンのシステムファイルは強制的にシステムパーティションを NTFS に変換した段階で削除される。また、Windows 95や Windows 3.1から Windows 98にアップグレードし、それをさらに Windows XP をインストールするパーティションとは別のパーティションに 旧バージョンのシステムフィールを保存するという形で Windows XP にアップグレードした環境や Windows 98を Windows Me にアップグレードしそれをさらに Windows XP にアップグレードした環境を Windows Vista にアップグレードすると Windows XP にアップグレードする前のアップグレードによって保存された旧バージョンのシステムファイルは使用不能になる その旧システムファイルのデータアクセスすること自体はできるが、アンインストール機能がなくなるため、そのままでは使い道はほぼない。最初から NTFS パーティションにインストールされた WindowsXP を Windows Vista にアップグレードした場合でも、アンインストールは基本的にできない。Windows XP のアップグレード版を使って新規インストールを開始した場合、 セットアップの途中でアップグレード認証を行わなければならないハードディスクに Windows 2000がインストールされている場合は除く。これは古いバージョンの Windows を所持しているかどうかを確認するために行われるが、常実のアップグレード対象製品と違い以下のバージョンの Windows CD のいずれかを1枚持っていればとりあえずアップグレード認証は通過できる。ただし購入した アップグレードパッケージに記載されているアップグレード対象品の CD とそのライセンスが手元にない場合、マイクロソフトの使用許諾契約書の条項に違反することになる正規ライセンスからのアップグレードとみなされないため、例えば手元に Windows 95の CD とライセンスしかないにも、かかわらず Windows XP ホームエディションのアップグレード版 CD-ROM を使って、 新規インストールを開始し、アップグレード認証にその Windows95 の CD を使用した場合や、Windows XP Professional のステップアップグレードパッケージ、後日期間限定で発売された、ホームエディションからプロフェッショルへの専用アップグレードパッケージを使って、Windows XP Home Edition 以外のバージョン、Windows98 などから、Windows XP Professional にアップグレードした、 場合などがこれに当てまる Windows 95は Windows XP のどのバージョンのアップグレード対象製品にもなっておらず Windows XP Professional Step Upgrade Package も Windows XP Home Edition 以外のバージョンがアップグレード対象製品になっていないため上記のうち通常版を要求される Windows XP 以外のバージョンの CD を挿入する場合 それがアップグレード版だったとしても認証することができる。すでに Windows XP のパッケージ製品を持つユーザーが2代目以降の PC へ同じ Windows XP のエディションを追加する際に必要となるプロダクトキーのみのパッケージで CD-ROM は付属しない。プロフェッショナルに拡張キットがセット。2005年11月に日本限定で行われた企画で Windows 誕生20周年を記念し、Windows XP プロフェッショナルアップグレード版 SP に適用の特別パッケージが9999 99本限定で販売された。パッケージは専用の20と大きく書かれたものを採用し、Windows の20年間の歩みが書かれた年表がパッケージに印刷されている。その他、通常パッケージとの差は以下の通り、 Windows XP が使用できることを PC メーカーや Microsoft から保証された PC で主に2001年夏モデルが対象となっていた。このグループに認定された PC は Windows XP 発売と同時に専用のアップグレードプログラムにより既存の Windows を Windows XP に入れ替えられるのはもちろんプレインストールされているアプリケーションやハードウェアデバイスドライバを Windows XP 対応済みのバージョンに修正、入れ替えて、アプリケーションソフトウェアや周辺機器を Windows XP で使えるようになっていた。なお、プレイインストールの Windows Me の場合は、Windows XP Home Edition への、Windows 2000の場合は、Windows XP Professional へのアップグレードとなっていた。Windows XP をインストールした際に、デフォルトで設定されている。 壁紙の草原、英語名、ブリスはカリフォルニア州、そのマぐンのカリフォルニアワイン産地としても知られるそのまぶれ。実在する風景である。マイクロソフトでは撮影者を非公開としているが、チャールズ・オレアというカメラマンが撮影したという説が有力とされている。なお、マイクロソフトは採用される壁紙について、壁紙はプロの写真家や社内の公募から候補を挙げて、 製品コンセプトに合うイメージのものを採用している。候補には上がったものの採用されないものが大量にあり、製品出荷前のベータ版には異なった壁紙が採用されていることもあるのでそちらが話題になることもある。と回答している。2005年以降、Windows ゲヌイネアドバンテージにより、正規の Windows であることが認証された場合の特典として LZH。 ラ縮シクファイルの展開機能をサポートするプラグインであるマイケロウフト圧ッ LZH 形式フォルダやフォトアルバムソフトのマイクロソフトフォートストーリーさん神経衰弱ゲームのマイクロソフトマッチアップなどが用意され配布された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。